こんにちは、花ちょうちんでーす。ゾウジメント一人。笑ってはいけないスネ夫。のび太のくせに生意気だぞ。ということで、スネ夫でございます。スネ夫も何気にね、いろいろ伝説残してってるんで、今回スネ夫の動画見て笑ってはいけないやりたいなと思います。ってことで、早速スネ夫で笑ってはいけないやっていきましょう。レッツゴー。股関節伸びさあ、早速やっていくよ。悪いな、伸びた。このフロアは縦乗り。あ、これジャイアンのセリフや。さあ、それでは早速見ていきましょう。息を吐くように悪口を言うスネ夫まとめ。そんなおもろいに決まっとるやん。いきましょう。うん。おやつの時間だ。よし、コンサートの第2部はおやつの後だ。ああ、待ち遠しいな。ほんじゃな。あ、じゃあね。戻ってこないでね、二度とここに。あんなナチュラルに悪口言えるんやな。すごいっすね。なんかすごいステルス性能のある悪口でしたね。僕もいかにバレないように視聴者に悪口言えるか頑張りたいと思います。あ、ジャイアン、いたいた。おお、なんだこの野郎。ジャイアンのバーガージャイアン、写真撮ってあげるよ。そうか、かっこよく撮ってくれよ。元がダメだからどうかな。こんなひどいことあります？元がダメだからどうかなはやばい。これを口に出せるっていうのは本当すごいと思います。絶対口には出せないですもん。これがスネ夫ですね。おーい、ジャイアン。ん何をニヤニヤしてるんだ。俺の顔に何かついてるか。別に何は。もともとおかしいんだよ、君の顔は。俺の顔がおかしい。ジャイアンのリアクションが100点満点。すごかったね、今。俺の顔がおかしい。もともとおかしいんだよ、君の顔は。俺の顔がおかしい。もう一回言ってみろ。何度でも言うよ。ゴーダ、お前の顔はおかしいんだ、ゴリラざっくり。かわいそうで涙出そうだよ。心の友だもんな。行くぞ。もういいよ。ただ迷惑を通り越して公害だよ。迷惑を通り越して公害はやばいって。これ思いつかないですよ、迷惑を通り越して公害なんて。わお、僕のためにわざわざアイス買ってきてくれたんだ。ゴリラの割には気が利く。逆に怖いっすよ、僕は。スネ夫が怖い。いろいろあるんでしょうね、本当に。ゴリラの方がまだ可能性がある。だいたいまずは予選があって、それを通らないと放送には出られないんだ。なんだ、じゃあ安心だよ。なんとなく何の話か分かってしまった。なんかジャイアンが歌のテレビに出ようとしてたんでしょうね。スネ夫、急なメタ発言。僕たちはいつもこんな冒険をしてきたんじゃなかった？何度も戦い、その度に乗り越えてきたじゃない。今度も逃げないでぶつかっていこうよ。のび太って映画になると急にかっこいいこと言うんだ。ということで、笑ってはいけないスネ夫でした。もうさすがですわ、スネ夫くん。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。